宇宙変態。てなわけで今回は総集編でございます。そんなことどうでもいいので新しいの作ってください。いや、ま作ろうと思ったんだけど、また録画なくなりました。何やってんだよマジで。容量なくてギガファイル瓶に保存してたんですが、気づいたら期限切れてました。容量少ないんだから取りためするなよ。いい加減学習してほしいわ。ま、それで実質最終回迎えたんで総集編出して楽しようかなと。楽しないで編集してろ。今のところシリーズ2つとも完結してないんですが、する気あります？私は知りませんよ。お前以外誰が知ってるんだよ。裏司会文書に書いてあるんじゃね。あんた人だったのか。ま、そんなことはどうでもいいんで、早速総集編スタート。はいどうも皆さんこんにちは、霊夢とマリサだぜ。今は夏休みというわけで新シリーズをやっていこうと思います。あれ仮面ライダー系の実況やってなかったか？何言ってるのマリサ、私たち今までマイクラ実況やったことなかったでしょ。再生数低すぎてやめたか。それじゃキコリから始めていきましょうか。で、さっきのだけど実は、容量整理してたら、録画データとワールドデータ両方とも間違って消しちゃったんだよね。何やってんのお前。まあそれに夏休み中というわけで新シリーズとして新しくやっていこうかなと。それじゃまたライダー系なのか？いや今回はファンタジー系でやっていこうと思ってるから、なんかドラゴンとか追加してくれるモッド入れてきました。まあそれと他にもいろいろぶち込んだんですけど、デイスペ PC のくせに謎にモッド入れまくったせいでちょっとよくわかってないです。バカだろお前。ちなみに今使ってるシェーダー以外入れたら10秒以内にマイクラが死ぬか、ワールド入ろうとしたら無限ロード編に突入しちゃうんですよね。もう早く新しい PC 買えよ。ちょっと金ないんで無理です。収益化できたらどなたか投げ銭恵んでください。お前に投げてもらえるのはゴミぐらいだ、諦めろ。私ゴミ箱じゃないんですが、なんだか建造物があったんで来てみたけど何これ。これはアイス&ファイアで追加される墓場だな。え、マリサの？お前のに決まってんだろ。私まだ死にたくないんだけど。ちなみにその小屋に宝箱があるぜ。よっしゃー、早速盗んで、ゲフンゲフ強奪していきましょうか。別に意味変わってないからな。さて何が入ってるかな？なんかいい感じのアイテム来てくれ。せーのどん、なんか見慣れない剣があるな。これはモッドで追加された銅でできていた。何これ何これ。これはゴーストでこの墓場で自然湧きしたり、さっき開けたチェストから出てくるぞ。そういうのは早く言ってよ。やばいやばい。逃げずに戦っとけば勝てただろあれ。いや見知らぬ相手はちょっと怖いんで本能的に逃げてしまった。あ、学校でノープ主みたいにか。は？アイテム回収しに来たんだけど、なんでこいつでスポーンしてないんだよ。とりあえず痛いからアイテム回収しないと。素手のままだとまたやられそうだしな。こいつブロック貫通してちょこまかと動くからうざい。ちゃんと狙えば簡単に倒せるから頑張ってくれ。よしこれで終わりだー。やっと倒せた。おう、雑魚相手にお疲れさん。えよ雑魚いつ。今度こそ出てこないように壊して回収するか。これでオッケー。あ、ついでにこの頭も回収しておくか。おいおい墓荒らしとかたたられるぞ。大丈夫大丈夫。現実ならまだしもゲームの中なんだから。ほらこれなんかスケルトンっぽくてよくない？じゃあ倒しておかないとな。すんません許してください。それじゃ、キコリしてる間にわかる範囲のモッドを紹介していこうかなと思います。まず最初はアイス&ファイア。今回はこのモッドをメインに扱っていくよ。このモッドではドラゴンにゴルゴン、サイクロプスといった伝承や神話に出てくる生物を追加してくれるぜ。それに砂漠やサバンナにはドラゴンの骨っていうのがあって、それで最強ツールが作れたりするぜ。続いてはミュータントビーストとミュータントモア。このモッドたちではミュータント化したモブが追加されるぜ。そしてそれらを倒すと強力なアイテムをドロップするぞ。ミュータントモアで追加されるこいつらからは基本ゴミしか落ちないから、ただ厄介なやつが増えただけだな。バージョンの問題で仕方なかったんや。クソったれ。あとなんかかっちょいいモンスターを追加してくれるモッドとか、戦利系モッドに軽量化やモーションを追加するモッドなどをぶち込んであります。よく登場しそうなのは主にこれぐらいかな。他のモッドは要素が出次第紹介していくぜ。それで肝心の目標だけど、今のところはモッドのドラゴン三子と三大ボス討伐の予定。ただこれだけだとだいぶ早めに終わっちゃいそうだから、この目標達成までに高評価線超えたら、他のモッド追加のボスとかも目標に追加しようと思います。せっかく楽しんで動画が見てもらえるなら長く楽しんでもらいたいしな。ま、今はそんな感じかな。ちなみにさっきすぐ終わっちゃいそうとか言ってたが、エンドに行く方法をちょびっと改造したからそこは大丈夫だと思うぜ。え、ちょっとマリサ私そんなの聞いてないんだけど。そりゃ言ってないからな。そのうちにその要素も出るだろうからその時紹介しとくぜ。面倒なこと増えてないといいんだけど。拠点はここら辺に建てようかな。平野で見渡しが良さそうだしいいな。こんだけ良さそうな土地なら町とか作ってみても面白そうだな。うん、時間があって暇だったらやろうかな。とりあえずここには一旦仮拠点を建てときましょう。と言っても必要なものを設置しただけだけど、家はまた今度作る予定。それ作らないやつだろ。あははそんなわけないじゃないか。外暗いんでさっさと寝ましょう。どうもおはようございます。なんか体が痛いですが元気にやっていきますか。なんか悩み事があるなら相談に乗るからな。え、なんで？今日は近くにサバンナがあったので、コカトリスがりでもしましょうかね。コカトリスっていうのはこんな感じの、キモい見た目した鶏みたいなやつだぜ。コカトリスくん泣いてるよマリサ。ま、そんなのどうでもよくて。お前もひどいからな。ドラゴンツールを作るのにウィザーの骨が必要なんだけど、それを落とすのがこいつなんだよね。ドラゴンたちを倒すなら、ドラゴンツールは作るのは必須レベルだからな。で、コカトリスを倒すのに必要な装備を作っていきましょう。糸を左右に置いて間に皮を置けば、目隠しの完成。コカトリスは目が合うとウィザー状態にするビームを打ってくるんだが、これをつけていればビームを打たれなくなるぜ。必要なアイテムは揃ったことだし、レッツゴー。
サバンナ見えてきた。実はコカトリスだけじゃなくて、白骨化したドラゴンもついでに探していこうかなと思ってるよ。白骨化したドラゴンはサバンナや砂漠、雪原なんかで目撃することができるぞ。で、サバンナにはコカトリスも湧くからついでに探そうってわけ。ま、簡単に出てくるはずないんだけどね。まあそんなポンポン出られても困るしな。なかなか強力らしいからバランス崩壊待ったなし。ん？あれって。おっと、これって完全に、白骨化したドラゴンさー。まさかの収穫すぎる。あとはコカトリス狩りするだけでツール作れるな。せっかくなら記念撮影でもしときますか。これサムネにしてもいいかもな。どう？いい感じに撮れてない？え、これサムネにするのか？そりゃ、サムネにする勢いで作ったんだから。なんか文句でもあるの？いえ、なんでも、後でいい案が思い浮かんだら変えとくか。記念写真も撮れたことだし、さっさと骨回収して、コカトリス探しに戻りましょうか。思ってたより全然いないな。もっとたくさん湧いてるもんだと思ってたよ。いったー。クソイザー状態に発揮状。第二。おろろ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 。おい、やめろ、お前戻すな戻すな。ふう、すっきりした。目隠し装着したからかかってこいや。こっちは全部お前の動き見えてるからな。なんで目隠ししててわかるんだよ。もうそれは古くから心を交わした仲なんだから。脳のサイズから細胞の数までわかるよ。お前らさっき会ったばっかりだろ。てかそこまでわかるとか怖いわ。うるさいよマリサ。お前のせいだろ。なんてこと話してたら撃破完了。さあてお目当てのアイテムは落ちたかな。ん、見間違いかな。黒い骨ないんだけど。落ちたの焼き鳥に羽。目的のイザーの骨は一個も落ちてないな。くそ、また探すのやだな。全然見当たらないし。なんだあれ、建造物っぽいがなんだろうな。ここら辺の動物狩り終わったら見に行ってみるか。あれこれってピラミッド？地面の中に埋まってることとかあるんだな。初めて見たけど地形生成バグってたのかな？へっへっへ、お宝は全部もらってくぜ。と爆破されないように感圧板は壊してっと。ついでに TNT も全部もらってくか。さーて、チェストの中には何が入ってるかな？なんだこれ。あ、私がいじった場所の要素出てきたな。え、これが？まあ言われればエンダーアイみたいにも見えるけど、これはエンドリマスターっていうモッドの効果で、通常はエンダーアイを作ってはめればいいんだが、アイを全16種に増やし、それぞれ敵からドロップや建造物から入手など、エンドに行くためのやり込み要素を増やしたモッドだぜ。え、マジかよ。だいぶ面倒なものぶっこんでくるじゃん。ま、そのうちの一種がさっき霊夢が出した黄色のやつだ。早めに出てくれてよかったじゃないか。これが他にもあるって考えるだけど憂鬱なんですけど、あと6種類は建造物の宝箱だから頑張れよ。そんなぁ、他に良いのがあったのは、金リンゴと蔵が2つ、それとなぜか使えないスキル本ぐらいだったよ。英語読めないから全くわからんな。有識者の方教えてください。あの後コカトリスに当たらなかったなぁ。って突然何、とりあえずさっさと逃げ。とりあえず寝ますか。どもどもおはです。キルログにはミュータントスケルトンって書いてあったな。サバンナの通り道に分かれるのは厄介なんだけど、倒すとしても装備がないから回収しに行かないとな。無事に回収できると良いんだけど、よしよし、あったからさっさとずらからないと。電化火力高すぎでしょ。もう HP ないんだけど。てかあいつ一体どこいんの？視点変えても全然わかんないんだけど。死ぬー。ってあれ？負けたのか？それなら好都合。HP 回復してからリベンジしに。いや一回攻撃やめて安心してから来んなや。データー。なんでマリサはそんな嬉しそうなのよ。だってこれどうせリスキルされまくるだろうから。飯馬だろ。人の不幸喜んでんじゃねえよお前。とこれどうやってアイテム回収すればいいの？そんなんゴリ押しでだろ。頑張れ。うおもう死体ありすぎてどれがどれかわからないから作戦変更。素手で殴り殺していきます。幸いなことに相手はリスキルしてくるから、とつってやられてはとつきてを倒せるまで繰り返していきます。結局ゴリ押しかよ。別にアイテム回収の時もゴリ押しだったんだから、言うて変わんないでしょ。てかこいつ極吹っ飛ばし効果持ちの攻撃してきてうざいんだけど。ま、頑張れ。よしよし、あともうちょっとで倒せる。20分ぐらいずっと殴り続けたからようやく解放されるのか。これで終わりだー。せめて叫び終わってからやられろよ。ははは、やられた回数エグすぎて偉いことになってる。もはや綺麗だな。そうだねマリサ、もう途中からの装備でやってたせいで、どれがアイテムのある死体か一目で確認できるから楽。あったあった、無事にアイテム回収できるってとっても素晴らしいことなんだね。そりゃそうだろ。わーおー、23回もミュースケ一体倒すためにやられたのか。まあ23回だけで済んだだけまだ良いんじゃないか。それじゃミュースケの散らした残骸回収して防具作りますか。というわけで早速作ってきましたよ。この装備つけるとバフとかつくんだな。調べてみたところブーツとレジンスがそのバフ持ってるっぽくて、チェストプレートをつけると金眼になるみたい。まあこの視点ではそんな変わらないから意味ないんだけどね。キリがいいし今回はここまでにしとくか。そうだね、少しでもいいと思ってくれたら。どうも、ただいま交戦中の霊夢とマリサだぜ。なんでしょっぱなからピンチなんですかね。なんてこと言ってたらやられとるし。いやはや、コカトリス探すために歩き回ってたらまさか絡まれるとは。いやがっつりお前から突っ込んでいってるやん。アイテム回収しに来たけど、ミュータントゾンビどこ行ったんだろ。そこら辺歩き回ってるかもな。ちょっと勘弁してもらいたいんですが、それは。あ、小さい白骨化されたドラゴンだ。こんな小さなサイズもあるんだな。まあその分入手できる骨の量も少ないけどね。てか小さすぎて当たり判定わかんね。わろた。
コカトリスって案外いないもんなんだね。十何分間間ずっとサバンナ回ってるんだけど、一体しか見かけなかったよ。しかもイザーの骨のドロップでしたし、ほんと想定外だったな。それに荒廃したネザーポータルあったけど、中身微妙だったし、いいやつ入ってることの方が珍しいだろ。それに意味のわからん奴に絡まれましたし、謎のお面落としていったよなこいつ。というかドラゴンの頭ってそれぞれ違うんだね。てっきり全部共通だと思ってたよ。ドラゴンの種類や大きさと細かく分かれてるんだな。保管がちょっと面倒だな。ま、通るようにそこまで集める必要ないだろ。いやいや、わかんないでしょ。私がめちゃくちゃロストするかもしれないですし、確かにそうだな。悪かった。即答やめてせめて躊躇して。お、拠点からあんま離れてないところに村あってよかった。コカトリス探すときはここを寝床にしても良さそうだな。それにしてもこの村大きいな。あ、これはベタービレッジっていうモッドの効果で、通常では質素な村を、質素とか言うなよ。こんな風に豪華で大きな村に変えてくれるモッドだよ。それに宝箱の数も増えててより美味しくなってるよ。そんじゃ当たり狙って漁っていきますか。ダイヤとか入ってるといいな。お、アーティファクトだ。アーティファクトも入れてあるのか。あまりさ知ってるんだ。まあちょっとかじった程度だが。それじゃ説明よろ。エイメンド、アーティファクトはその名の通り、様々なアーティファクトを追加してくれるモッドで、装備すると物によって様々な効果をもたらしてくれるぜ。例えばついさっき出たフィアラルクローズだと、攻撃速度が 0.5 上がるぜ。0.5 上がると言われても全くわからん。ま、なんもないよりはいいだろ。それもそうだね。それとなんかスキル本が入ってた。ガード？攻撃防げたりするんだろうか。さあ、ま、思い出した頃に試してみればいいでしょ。ミュータントクリーパーずっと近くにいて怖いんですけど、感知範囲がわかんないから、下手にチェストはされないな。よし、今だ。って、中身しょぼすぎでしょ。いやまあ、隣のチェストは当たりかもですし。中身ただのゴミじゃん。よっと、コカトリスがまさか村に湧いてるとは、近くのサバンナからコカトリスが来ただけだろ。っていうか2体もいたな。いい加減ウィザーの骨頼む。って、ウィザーの骨ったー。やったー、ようやく手に入れられた。これでようやくドラゴンの骨ツール作れるな。そんじゃこっちの白い方も倒しますか。こっちの方でも落ちるといいな。とか言ってたらまた落ちたな。2連続ドロップやったー。何作ろうかなー。こんなところにも白骨化したドラゴンが、これで3つ目か、思ったより見つかるもんだな。初期リス近くに砂漠にサバンナとか、このモッドの場合ではかなり当たりな部類だろうからな。近くに平原もあって発展させやすそうだしね。早速骨ツールでも作っていきましょうか。縦に糸並べて、左真ん中にウィザーの骨、真ん中の上下にドラゴンの骨を置けば、ドラゴンの骨の弓の完成、真ん中2つにドラゴンの骨、下にウィザーの骨で、ドラゴンの骨の剣の完成、それとウィザーの骨を砕いて、ドラゴンの骨と合わせることで、ドラゴンの骨の矢の完成、ドラゴンの弓を使うにはこの矢が必要なのがちょっと面倒なんだよね。今作れた量は30本とまだ使いづらいな。コカトリスのトラップとかって作れないのかな。頑張って開発するんだな。めんどくさい。この剣つけてる装備も骨系統だから、意外と似合ってるんじゃないかな。頭も鉄装備だから統一感はあるな。そんじゃ早速試し切りと行きましょうか。まだ夜じゃないから敵いないし、この馬で行っか。うわぁ、なんだね君は。通りすがりの剣士だよ。おいのち頂戴する。うわぁ、なんで死んでから叫べてんだよ。8ダメって書いてあったけど強いのか全くわからん。ダイヤが7、ネザライトが8だから、実質ネザライトの剣だな。こんな序盤からネザライト級の剣手に入れてたのか私は。なんかこのファンタズマルインゴットとドラゴンの骨の剣を合成すると、攻撃力上がったり、剣先飛ばせるっぽいから入手していきますか。ゴーストを倒した時に低確率でドロップするらしいから、早速墓場に来たぜ。あ、早速いた。こいつ許可任しててうざいんよね。ドロップなしだな。そう、今度こそ頼む。またもやのおどろ。やっぱり簡単には出てくれないか。は、おおどうした。ここの土からゴースト出てるっぽいから、この土拠点の近くに設置すれば、わざわざここまで来る必要ないじゃん。貴様天才か。出ない。でも夜明けまではまだまだあるんだから。うわぁ、ちょ、ミュータントゾンビは効いてないって。でも骨の剣あるんだし、ワンチャン勝てるんじゃないか。確かにネザライト級。普通に負けたんですが、っていうかこれ積んでない。前回にも同じような光景見たんですけど。これは、前回と同じ方法で倒すしかないでしょ。うわ、またあの地獄やらなきゃいけないのか。しかもこいつ燃やさない限り、何回か蘇ってくるからな。HP が減った状態とはいえ面倒なのは変わらないんだよな。それにニュースケよりも面倒なことが、上まで持ち上げて叩き落とすのがほぼワンパンだから、余計面倒なんだよね。何度も倒すの嫌だから燃やそうとも考えたけど、焦りすぎて間違えて鉄じゃなくて銀取ったせいで、見事にこの作戦も失敗するっていう。バカかなこいつ。あ、でも鉄取ってないなら別にいけただろ。いやあれ、火打ち石全部取ったから完全に無理になったんだよね。バカ。でもそんな戦いもそろそろ終わりそう。今回もだいぶ時間がかかってしまった。こういう系はゾンビ戦法でやっていった方が良さそうだな。ゾンビ戦法使ってたせいか、時間がだいぶかかって倒してもそんな達成感ないな。それとミューゾンでドロップするこのアイテムって強いの？さあどうなんだろうな。ま、いいか、どうせ使わないし。ですよねー。外で雨風受け続けるのはしんどいから、そろそろ家を作っていこうと思うよ。まずは資材集めだな。今回作るのはいろいろな建材が必要になってくるから、ちゃっちゃと集めてくよ。まずは木を集めて、他に鉄とか安山岩必要だからそいつらも掘りまして、早速家を建てていきますか。参考にさせてもらった動画は概要欄に貼っておきますので、気になったらそっちの解説動画を見ながら建ててみてください。この家を持ったよりも作るの大変で、まあまあ時間がかかっちゃったよ。綺麗な建築はランタンとか多めに使うから、コストが高めになるんだよな。拠点の近くに洞窟が一つしかないから、どうしても鉄が枯渇
活するからね。たまたまニュースケ装備手に入っててよかったな。鉄だったら装備が揃うのもうちょっと時間かかっただろうな。そう思うと割と序盤にニュースケ倒せてよかったかもね。まあそのニュースケの野郎に2回も邪魔されたんですが、わろた。てなわけで完成。おお、すごい立派な家だな。ランタンの消費がすごいから序盤に作るものではない気がする。おしゃれな建築って大体ランタン使われてるんだから諦めろ。あ、ちなみに後ろの方には動物たちが飼えるようになってます。玄関側には畑があるし食料に困ることはなさそうだな。まあ管理面倒だから基本放置プレイしますが、作った意味ねえじゃねえか。それで、こっちは倉庫になってて、中にはたくさんの収納スペースがあるよ。こんだけたくさんあれば困ることはないだろうな。収納に困ることはないんだけど、代わりにどこに何をしまったかで困るようになるよ。こいつやっぱアホだわ。そしてここはブラマイ城の入り口。ただし一回も使用したことない。これも意味ないやん。それでこちらはメインの部屋とかだね。と言っても寝室以外未使用だけど、私たちの場合、上に収納する場所あっても下の倉庫でこと足りるからな。そうなんだよね。だからここはちょっといじる予定ではある。ここはキッチンだけど、今主に使ってる食料はパンだから多分こいつも出番はなし。かまどなら下にもあるからな。そしてこの階で一番出番がありそうなのがここの寝室。この木の葉のところがすごいおしゃれデスコですわ。そんでもってこの部屋にももちろん収納場所はあるわけで、こいつらも出番ないんだろうな。そしてここが前に触れた牧場で、3種類まで動物が飼えるよ。今はまだ鶏しか飼ってないけど、牛とかの他の動物も飼いたいな。メインである家は完成したけどまだ尺が余ってるし、一体どうやって潰すか。それじゃあ、藍集めでもするか。エンドに行くのに全部で12種類の藍が必要になってくるわけだし、それに今不吉な呪いがかかってるしな。それを利用してエボーカーから入手できる藍を入手しようぜ。ああ、そういえばピリジャーたちからの妨害もあったね。てかちゃっかりファンタズマルブレード作ってるじゃないか。建築妨害してくるゴーストたち倒してたらなんか起きた。なんなら3つ目もドロップしているから、今のこの剣ロスとしても大丈夫なんだよね。なんで録画回してない時に落ちるんだか。ずっと回しておかないといけないのかな。ま、そんなことは置いといて、早速藍集めにでもしますか。村探すのめんどくさ。見つからないときは全然見つからないしな。前のところで村を見つけてたのに何言ってんだこいつと思った皆さん。マジでその通りで何言ってんですかねこいつら。ちょっとひどくない？お前のせいだろうが。なんで停止中に喋れてんだよお前ら。話は戻りますけど、こいつら前に村見つけてたの忘れて、探してるとかいうマジでアホなことしてるんですよね。動かして、あ、何も聞こえない。というわけなんですが、温かい目で見守ってあげてください。なんか時間が止まった気がしたけど気のせいか。っていうか、なんだこの高い塔は？この塔はタワーズ・オブ・ザ・ワイルドっていうモッドの効果で、最上階には宝箱とウェイストーンズっていう転移装置があるよ。それだったら早速登って回収していこうぜ。あともうちょっとで最上階、意外と登るの難しいんだよねこの塔。ちょくちょくミスって落ちてたからな。それじゃさっさとウェイストーンとお宝回収して、トンズラしますか。オープン。反応に困る中身ですな。可もなく不可もなくって感じだな。鉄がいっぱい入手できるのは嬉しいんだけど、どうせなら家完成する前に欲しかったな。あやつめをしてから建築した方が良かったかもな。それとそのパラグライダーってのはなんだ。これはその名の通りのアイテムで、これを使えばスタミナを消費する代わりにゆっくりと落下できるよ。上昇できないとはいえ、エリトラ代わりになるぐらいめちゃくちゃ優秀じゃないか。今シリーズエリトラ入手までには終わってそうだから助かるね。村ようやく発見してやったーって思ったけど、そういやもうすでに村を近くで見つけていたのを思い出して絶望中。わざととかじゃなくてマジでこのタイミングで思い出してんのくさ。そんじゃ、ガードビレジャーがピリジャーたちと交戦してる間に、さっさとこの村でも漁っていきますか。クズすぎだろお前。って、あれ？コラクテッドアイってもしかして、これは前哨基地で手に入るはずのアイなんだが、なんで村にこいつがあるんだ？ベタービレッジの影響でそこら辺が変になっちゃってるんかな？まあそうしかないだろうな。まあいいや、前哨基地探して間が省けたことですし、それもそうだな。じゃ、引き続き村でも漁っていきますか。最初に見つけたアイ以外にいいやつはなかったから、さっさと襲撃終わらせたいんだけどラス1どこ？とこんなところにみんな集まってんの？ガードビレジャーが反応してるってことは、ラスト1体がここの近くにいるってことだろ。みんなが向いてる方向的に上か。ってあれ、登りきれない。あ、上にブロックが生成されてるのか。お、ちゃんと生き残りいるね。ここからじゃなんか波動みたいな遠距離攻撃しかできなそうだな。あいや、通常攻撃届いてるっぽい。意外と射程長いもんなんだな。あ、ようやくいた。こいつ出るまで苦労したんだからね。って普通にベックス強くね。エボーカーより強い説は全然あるよな。これで目標は達成。あとは襲撃だがやっとくか。うん、近くに別の村あるし襲撃めんどいからこのまま放置でもいいんだよな。ちなみにウィッチが落とすクモの目もどきが愛の作成素材だったりするが、しゃあないから一挙やってみっか。この村の危機を無視できないからね。こうなった原因お前だがな。さあ一体何のことやら。ただ装備がボロボロなんで装備を新調するために一時退避。うわ逃げたぞこいつ。まだ逃げてないわい。家にウェイストーン設置して移動を楽にしときましょう。わかりやすく拠点って名前にして、これでよし。建築中に来るのはうざかったけど、装備の予備分あってよかった。2体やってきて2体ともまた素手で倒してたよな。だって1回やられた後でアイテム回収しに行けないもん。回収できたと思ったら秒でやられて終わりますし、古いのはいつか使うかもだからここに飾っときますか。ちなみに装備3つ分の素材があるはずなのになぜか若干足りなかった。どっか回収し忘れたんだろうな。まだ近くに残ってたりしないかな。ただ探すの面倒だな。また今度探しとくか。
面倒くさいけど。よっしゃ、襲撃やってくぞー。ウィッチはその愛の素材さえ落としてくれれば5はどうでもいいかなー。って、これじゃない？あ、そうそれそれ。うわ、もう襲撃に用ないんだけど。それじゃちゃっちゃと襲撃終わらせて終了するか。ラスト1体ようやくいた。毎回ラス1なかなか見当たらないよな。こんだけ村が広いと探すの大変だね。はい、襲撃終了。次回の動画ではネザーでも行くか。愛の入手経路で、ウィザードロップと要塞チェストがあるし。ウィザードロップって、ウィザスケ狩りはかなり面倒なんですが、泥像付きの武器とか持ってないからなおさらだな。エンチャ大作成からか。どうも霊夢と、マリサだぜ。今回は前回の予告通り、ウィザー討伐をやっていくよ。それで村の道中に埋まってたネザができたけど、掘り起こすのめんどくさー。なんでこんなとこに埋まってるんですかねこいつ。どうせなら地上に生成して欲しかったな。お、宝箱あった。中に黒曜石入ってたらいいがどうだ。性能ドン。残念、マグマたまり探し決定だな。そんなー。思ったより近くにあったので、サクッと回収して戻ってきました。それじゃパパッとゲート作りまして、あとは火をつければ完成。操作ミスってバケツ1個燃やしてたが、なんとかなってよかったな。そんじゃ初ネザーへレッツゴー。要塞の近くだといいな。探すの手間だから、どうせなら要塞にでも出てくれないかな。で、はぁ、まさかの要塞のところ出たな。やったぜ。要塞とか探すの面倒だからこれは助かる。あとはネザゲ前が落とし穴は怖いから、木材で足場を広げまして、早速要塞の探索でもしていきますか。今回の目標は要塞限定の愛とイザスケの頭3つだな。愛の入手がチェストからだから、ないってことがあったりするのかな。だとしたらここから新しく見つけないとな。探すの面倒だから絶対嫌なんだけど。あ、ウィザーの骨ってウィザスケからも落ちるんだ。コカトリスカルよりはウィザスケカル方が、出現率の方が高いだろうから良さそうだな。で、初っ端から目的の愛出たよ。これで片方は達成だな。でもラスト一つのが一番面倒なんだよねー。ウィザスケの頭は完全に運ゲーだからな。早めに出てくれることを祈るしかないか。と言ってもこの懸念距離攻撃可能だから、こうやって距離、あっつあっつ、まさかの全ロスか？ちょ、それはマジで勘弁して、これ死んだら地味に面倒いから頼む。よし、いいぞ、そのままロストしろ。ひどくねえ。やっべやっべ、急げ急げ。ってこんな時に絡んでくんなー。いいぞ、イザスケそのまま倒せ。ふざけんな。アイテム回収だるいんだから嫌だよ。いやそったれば、なんでネザゲ前にいるんだよ、チックショー。あ、ふーん。皆さんに謝らなきゃいけないことできました。おいおい、なんだ、まさかお前録画ミスをしましたとかそんなこと言わんよな。あ、あはは、なんか録画できてなかったんですよね。おっかしいな、録画マークはついてたんだけどな。裁判官判決を。被告人、面倒なので死刑。いい重すぎだろ。ていうか裁判官が面倒くさがるな。幸いなことに割とすぐに気づけたのよかったな。ほんとだよ、これウィザー討伐までやってたら何日間はへこんでたね。もしそうなってたらまた集めてもらうとこだったぜ。まあ、地で危な。ただでさえ頭全然出ないのにブレイズが燃やしてくるからストレスで頭ハゲるかと思ったわ。何言ってんだ、お前後ろの方すでにハゲてんだろ。よ、なんで髪ないんだよ。ていうかこいつ全然顔綺麗じゃん。誰だよ。いや誰って、お前の真の姿だろ。私ここまで顔ひどくないわ。私の本当の姿こっちだから。はいはい、嘘つ。嘘じゃないわい。それと自称ってつけるのやめろ。まったく今日はツッコミが多いな。誰のせいだと思ってんじゃ。誰の、お、近くにマックあるじゃん。月見バーガー買わないと。いや、ブレイズスポナーマックじゃねえからな。いやいや、みんなブレイズロットのことポテトって言うじゃん。まあそうだな。つまりそういうことよ。どういうことだよ。ま、今回ブレイズロットそんな必要ないから壊すんですけどね。おい、ほら、うちの家壊すな。いやあ、なんでそんなひどいことするのよ。お前が先に壊したからだろうが。うわ、やって逃げるぞ。マリサ、私を共犯みたいにすんな。逃げろ逃げろ。逃がすわけないだろうが。じゃあ、うっへ、ここにもブレスポあるよ。通りでブレイズが多いわけだ。ここも壊さないとか、メント。てよ、この実績が解除されたってことは。聞いたー。ってドロップするなよって顔すんな。やったー、ようやく落ちた。よかったな、霊夢。さっき残念がってたのにどの口が言ってんだ。この口、うぜー。まあまあそうかっかすんなって。あと3つも頑張れよ。え。これ入手するのに何十回も死んで、それでもやれと。当たり前だろ、やってこい。何してんだ？ネザーなえたからブラマイ中。あんだけ死にまくってネザーとかやってられるか。わろた。何わろてんねん。お？ダイヤだー。ってこれさっき見なかったか？ちょっと何言ってるかわかんないっすね。さていくつあるかな？全部で5個だったよ。ちょうどエンチャ台作れる量だな。うん、でもトラップがないとそんな使えないし、いらな。でも泥像エンチャつけれればネザーにそこまで長いしなくてもよくなる。よっしゃ、今から用意しますか。切り替え早。最終的にダイヤは10個まで集まったよ。それとよくわからん紫の鉱石もあったな。一体何の MOD のアイテムなのか後で調べるか。エンチャ台作ったけどどこか余ってたかな。もう空いてる場所なんてここしかないな。しゃあない、ひとまずここに置くか。ただ紙とかはないから本棚作れないんだよねー。そんなもんさっさと集めてこいよ。へえ。ってなわけでそこら辺走り回った結果、寝室が書斎に大変身しました。こうなるんだったらあの窓いらなかっただろ。まあ外観はいい感じになりますし、おっし。問題は泥像エンチャがつくかだよ。初っ端から来てほしいからお願い。ゴミっすねー。トラップとかできてないから、あんまりステインチャしたくないんだよね。野戦だとミュータントたち湧きまくるから、経験値貯めてもすぐ霊になるんよな。だからさっさと終わらせたいんでおねしゃす。てきじゃー。
泥像さんじゃないとはいえなしより全然いい。そんじゃ早速つけましていっと。で地味にアンデッド特攻さんもついてる。ウィザスケアンデッドだからちょうどいいな。なんならウィザーも対象なんだよね。やったぜ。ダイヤのチェストプレート作って装備したから、これでやられにくくなったはず。他の装備ボロボロすぎだろ。ちゃんと新品のやつも持ってきたからその点は大丈夫。ってなんで入って速攻燃えてるん。あそこにいるブレイズが原因っぽいな。クソあの野郎、今すぐぶっ倒してやるからそこで待っとけ。オラ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 。ふ、見たか私の強さ。オラ見てんじゃねえぞお前。完全にチンピラのそれじゃん。今の強化された状態じゃ負ける気がしねえ。変化といえばダイヤのチェストプレートつけた程度だろうが。お、ガストとか久しぶりに見た。この剣遠距離攻撃あるし、さすがに余裕で勝てるに決まってるよな。そりゃそうに決まってんじゃん。あ、しっかり避けろよ。いやいやしっかり避けとったやん。それぐらいでガストの攻撃を防げたつもりか貴様。何切れてんだよお前。よマジで死ぬ。お前一体何回ネザーで死ねば気が済むんだよ。こっちが知りたいわ。もうめちゃくちゃ切れててくさ。なんかシェーダー使ってると重く感じるし、もう切っちゃっていいか。ただ単にお前のプレイスキルがないだけだろ。いやいやそんなわけないって。任せんちゃい。早速誰かしら借りたいけど、その前に物資だけでも回収しておかないと。早速最後から攻撃されてますけど大丈夫そうですかね。大丈夫に。ああ言わんこっちゃない。普通に決まってるでしょ。うわ蘇った気も。さっきから蘇ってたでしょうが。よしこれで必要分は確保できたね。あとは決戦場を用意するだけだな。めんどくさー。じゃあ拠点にでも出してやろうか。よすんませんマジ勘弁してくだせー。どこに決戦場作ろうかな。やっぱり作るならネザーじゃないか。地上だと地下に召喚してもどんどん上に行かれるし。上まで掘って階段作らなきゃいけないのかメンド。あれってなんか黒い何かが散らばってるな。でもどっかで見覚えのあるような。とりあえず回収してみますか。どれどれ。ミュータントウィザースケルトンリーム急いで回収しろって、別に焦って回収する必要なかったでしょ。あちち時間は有限なんだからもっと大切にしないと。じゃ撮影やめていいすか。何言ってんだ働けピエン。ようやくこれで必要なアイテムが揃ったね。あとはウィザーを倒すだけだな。地味に一人で討伐するの今回が初めてなんだよね。これでマイクラ歴史5年ってマジ。いやまあちょくちょくやってませんでしたし、それに基本クリエ勢だったんで。まあそんなわけで今の装備でもちょっと心配だから、さっき回収したニューウィザ装備を作っていきましょうか。装備のレシピ自体はニュースケと変わらないんでサクッと作りまして、早速装備。顔以外はニュースケ装備のリカラーだな。ニュースケ装備みたいに何かしらバフあるかな。こっちでは攻撃力、採掘速度上昇か。どっちも欲しい効果だからやったぜ。でもどっちかしかつかないだろ。いやそれが、こっちの場合は上半身関連の装備にバフがあるから、こんな風にバフ盛りまくれるんよね。おお、これで装備はもう大丈夫だな。これなら勝てるっしょ。フラグやん。私にかかれば綺麗に割ってやんよ。ふぅ。ようやく一番上に着いた。何回見のわからん死のせいで、無駄に時間かかったからな。あはは何のことやら。広さはこんなもんで良いかな。大体そんなもんでいいだろ。それじゃここにウィザー召喚用の隙間作って、始めますか。うん緊張してきた。召喚したらまず絶対、ちょっと心配だしもうちょっと放っておこう。この待ってる間って暇だなぁ。そうねーでものんびりしてられるのも今のうちだけどねー。よし、始まるぞ。ゴー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 。何か作戦とかってあるのか。そんなの、ゴリ押しに決まってるでしょうが、うっはもう気にやろうが。でもこんな雑な作戦でもしっかり削れてんだよな。なんてこと話してたら HP 半分切ったね。ってやべえハート4しかない。ちょ、一旦撤退しろ。そうしたいのは山々なんだ。いや誰だよこいつ。エピックファイト入れてるせいで強化でもされてんのか。うわ何それだる。はぁ、なんでちょっと離れた場所に決戦場作ってしまったのだろうか。場所をこの先にしたせいで負けた時生きにくいんだよな。死んだ時のこと一切考えずに作ってた過去の私をぶん殴りたい。てみたすけさんちょぶわー。それは無理があるだろ。うは、うえ、だねえ。そったれがー。はぁはぁ、ようやくここに戻れた。たどり着くの遅すぎだろ。みたすけが道に湧きまくってるのエグすぎる。物資回収したいけど多分無理だしとするか。脳筋すぎる。てなんかみたす。ゲームはほどほどに。な？ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。